新しいお母さんはどんな人ですか？とっても優しいです。でもたまにおっかないです。父も母も面白くて大好きです。ずっと一緒がいいです。今のママと前のママどっちが高得点だ？スワン先生。何か質問の変更をお願いします。んおう、前のママがいいか？あんまりです。ヨルさん落ち着いて。だってこんな任務のためには我慢だ。所詮まがい者の家族。些細なことです。なんということもない。なんだい五歳さん、前妻に負けたからって噛みつくなよ。我慢だ、黄昏。失礼かがいましたもので、子供の気持ちを軽んじるのが貴校の教育理念なのでしたら、選ぶ学校を間違えました。失礼します。